どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は武将別強テンプレ編成の紹介ということで、勧銀兵を使って組める強テンプレ編成を紹介していきたいと思います。で、勧銀兵という武将を使うにあたって前提となっているのがランダというスキルがついている馬ということなんですけども、武将っていうのはですね、一つの編成に3人いて、で各武将にですね、馬一つ用意するということになりますと、ランダというスキルがついた馬をですね、3頭用意するのが望ましいということですね。一応その表記はさせていただかないんですけども、そのつもりで話しているということだけお伝えさせていただけたらと思います。で、簡単に理由の方も説明しておきたいんですけど、勧銀兵の固有戦法、小門古城に由来するところがあります。アクティブ戦法で発動確率 60% なんですけども、結構戦法詳細が長いので、要点だけ説明すると、敵軍2人にですね、固心効果というのを付与してですね、これを付与された相手っていうのがですね、次のターンまでに3回ダメージを受けると、強行状態になりますよというのがですね、この小門古城っていうことなんですね。まあ、ダメージ与えたりだとか、よだめが増えたりっていう部分はあるんですけども、そのランダっていうスキルを持っている馬を用意する理由というのはですね、この固心効果で、プラスアルファ強行付与するっていうところにあるわけですね。で、こちらランダ馬の説明なんですけども、通常攻撃後目標の兵力を減らすとありますよね。で、これによるダメージっていうのがですね、固心効果になっている相手にですね、3回ダメージ与えるっていう、その1回になりうるということなんですよ。なんで、もし仮に3頭用意できたらですね、通常攻撃3回と、あとこのランダによるダメージ3回、計6回ですね、相手にダメージを付与する機会があるということになっているので、まあ、固心効果を持ってない相手にたまたまダメージを入れちゃうっていうこともあるんですけども、まあ、基本的には結構強行状態にできますよっていうのがですね、こちらのランダプラスアルファ勧銀兵の固有戦法の効果ということなんですね。なんでこれ1台でも多く用意してくださいということですね。そしたら前置き長くなりましたが、強テンプレ編成を紹介していきたいと思うんですけども、一応4戦ということにさせていただきます。ただ最後に紹介する編成っていうのはですね、ちょっと特殊にはなってますんで、最後まで見ていただけたらと思うんですけども、一応ですね、順不動ということで、紹介する順に強いというわけではないということもですね、ご了承いただけたらと思います。で、一つ目の編成は最春装ということですね。こちらは脅威を主将として、勧銀兵と諸葛亮を副将とした槍の編成ということになってますね。で、脅威には配中大と、可視原料で、勧銀兵に水団橋と青州兵で、諸葛亮にはですね、八門金佐の陣もしくは残壁砲ですね。で、もう一つにはですね、回復戦法、滑骨両毒、牢城自主、総戦釈戦、これのどれかを覚えさせるというような編成になっております。で、この最春装という編成はですね、全ての槍の編成の中でもトップ5に入るぐらい非常に強力な槍の編成ということになってますね。で、槍って投降兵が苦手なケースが結構多いんですけども、こちらの編成に関しては脅威に可視原料を覚えさせてますので、投降兵とも結構戦えるっていうことになってますね。で、諸葛亮の継承戦法っていうのに割と選択肢があるみたいなんですけども、八門金佐の陣および残壁砲のところですね、こちらを使う場合にはですね、ちょっと注意が必要で、残壁砲を使う場合はですね、脅威の知力っていうのをですね、3人の中で一番高くする必要があるということですね。で、そうすることによってですね、その脅威の平均ダメージに対する硬さっていうのがですね、異常なことになるので、首相抜きっていうのがされなくなります。ただ諸葛亮というのがですね、デフォで知力が高いので、脅威の方を知力高くするっていうのはですね、結構そのポイント振りっていうのがめんどくさいというところになります。で、残壁砲を使う場合はですね、もう一つ脅威にですね、援護っていうスキルがついた鎧を装備させる必要があるということですね。こちら1ターン目にですね、通常攻撃の目標を脅威にするわけなんですけども、そうすることによってですね、プラスアルファで発動される突撃戦法なんかのダメージっていうのもですね、かなり抑えられるっていうことになりますよね。せっかく残壁砲で固くしてもですね、他の武将ばっかり狙われるのでは意味がないということになりますので、そういった下準備っていうのは必要になります。これが達成できるのであれば残壁砲の方がいいかなと思うんですけど、両方達成させるのが難しいっていうことだったらですね、八門金佐の陣で十分になってるんじゃないかと思います。次は新官僧ですね。こちらは馬長を首相として勧銀兵と光月英を副将の編成ですね。で、馬長には来決戦と一騎当選もしくは欠陣争奪で、勧銀兵に虚水断橋と戦軍一掃で、光月英に一騎昇天と大撃死という継承戦法になってます。で、こちらの編成を組む場合にですね、大事なのはやはり勧銀兵を一番最初に動かすということですね。なんで速度っていうのを勧銀兵にちょっと振らないかんっていうところはあると思います。で、1ターン目に勧銀兵がうまく固有戦法発動できたとしたらですね、超高確率でですね、相手2人を強行状態にできるっていうことなんですね。で、その理由といたしましては、馬長の通常攻撃というのがですね、敵軍全体に入るというところなんですね。で、プラスアルファ雷決戦もありますから、これで連撃になりますと、この馬長のターンだ
けでですね、相手に対してですね通常攻撃を2回打てるっていうことなんですね。でさらにランダなんかがついてるとですね、追加で2回ダメージも入るっていうことになりますし、一気当選なんかが発動するとですね、これまた敵軍全体にダメージが入るっていうことになりますので、勘銀兵の固有戦法が1ターン目に発動できたらですね、強行にできる機会っていう方が多いぐらいのですね、強行不要率っていうことになりますので、1ターン目から結構相手が何もできないみたいなことになることが多いということですね。でさらに光月炎に意気消点を覚えさせてますので、相手2人が封印状態になってます。で封印の相手にですね、を強行状態にする可能性がある戦軍一掃という戦法もありますので、とにかく相手がですね、強行になりやすくなるようにっていうことを意識した編成ということですね。まあ、かたやその耐久力っていうのは神に等しいので、もし強行が付与できないみたいなことになるとですね、一方的にやられてしまうという怖さもあるということですね。また投降兵とかに対してはですね、平人ダメージが通りませんので、いくら強行付与できたとしてもですね、序盤ターンに決着をつけるっていうのはですね、かなり難しいということになりますので、注意していただけたらと思うんですけども、この強行のコンボっていうのがですね、相手の兵種っていうのは特に問わずに付与できるっていうことになりますから、苦手な弓とかだってもですね、その大きく削ったりできるっていうことがメリットにも挙げられると思いますし、そもそもの火力っていうのが相当高い部類の、まあ一気戦軍系統とかっていう感じで呼んでるんですけど、という編成になってますので、割と使い勝手はいい部分はあるかもしれません。ただ弱点といたしまして、一気消点というのがあります。これはですね、馬長が封印状態になってしまうと、もうまるで仕事ができなくなるっていうことになりますので、一気消点を持ってるような部隊とは戦わないっていうことですね。あと一気消点がなくてもですね、 SP 炎症とかが含まれているような編成も苦手ということになってますので、この点は注意していただけたらと思います。次は勘銀兵三世ですね。勘銀兵を首相として大使寺と花公園を副将とした編成ということですね。で勘銀兵には三世人と敵機口もしくは小兵器で、大使寺には憲法破砕と即上切りで、花公園にはですね、雷血戦と百鬼公営という編成になってますね。でこちらの編成の特徴といたしましては、先ほどの新幹走同様ですね、かなりの高確率で強行状態を付与できるっていうことですね。なので勘銀兵が一番最初に動くっていうのもですね、意識する必要があるかなと思うんですけども、大使寺っていうのが連撃状態をデフォで得てますよね。で過去へには雷血戦を装備させてます。なんで、うまくいけばですね、っていうか9割方ですね、1ターン目の通常攻撃っていうのは大使寺も過去へも2回打つっていうことになってますよね。でランダがあればさらに追加で1回っていうことになりますので、でその継承戦法の発動なんかも考えるとですね、まあまず基本的に1ターン目に強行状態を付与できるんじゃないかっていう編成になってますね。でですね、先ほど紹介した新幹走の場合はですね、勘銀兵の固有戦法が発動せんかったら意味がないっていう部分があったかなと思うんですけど、この勘銀兵三世の場合はですね、三世人を覚えさせてます。つまり首相の固有戦法の発動率が大きく上がってくれるっていうことになってますので、勘銀兵の固有戦法の発動っていうのにかなり期待が持てるっていうことなんですね。なんでその新幹走と比べてですね、手数っていうのはですね、少なくなってくるかもしれないんですけども、その分ですね、強行付与できる可能性っていうのはですね、発動率のアップによってですね、多くなってくるかなっていうところがありますね。で3人ともアタッカーとして機能するぐらいですね、火力の高い武将たちっていうことになってますので、強行付与した後にですね、サクッと相手を倒してしまうみたいなことが狙えるということでですね、この編成もですね、ハメにかなり近いところはあるんですけども、やはり意気消点に弱いという弱点があるのは新幹走と同じということですね。やっぱりその通常攻撃頼りっていうような編成をですね、組むことが多いのはやはり勘銀兵の固有戦法のせいっていうところがあるんですけども、そのせいでですね、結構封印に弱かったりっていうところがありますね。まあ最終層の場合はですね、そういった封印に対する弱さっていうのがですね、かなり緩和されてる部分があります。これはその勘銀兵の強行付与頼りっていうわけではないっていうところがですね、大きいんじゃないかなと思いますね。なんで勘銀兵を使うっていう編成はですね、その強行に頼るか頼らないか、この2択によってですね、運用の方法っていうのがですね、かなり変わってくるっていうのが分かっていただけるんじゃないかと思います。で最後に紹介したいのがカンカンシリーズですね。こちらの編成って結構種類が多いので、どれを紹介するかっていうところは結構迷うところではあるんですよ。で一応概要といたしましては、官を首相として、で勘銀兵を副将で、もう一人の副将に馬長を入れるか張飛を入れるか、義援を入れるか張運を入れるか、まあこの4つで迷うっていう部分があるんですけども、どれを入れても結構強いんですよね。でここからですね、ちょっと主観になるんですけども、このカンカンシリーズで多分一番強いんじゃないかって思うのがですね、僕は義援を入れたバージョンなんですよね。不助走なんて読んだりするんですけども、この官を首相として勘銀兵と義援を副将で、
関羽に騎兵陣と異謀必至で、韓銀兵に巨水断橋と青州兵で、義援にですね破人再建と水路断説、こういった覚えさせ方をした編成ですね。これがカンカンシリーズの中で一番強いんじゃないかと個人的には思っております。でこちらはですね、先ほどの2パターンですね、韓銀兵の強行を当てにするかしないかっていう視点から見るとですね、当てにしないというか、ここが発動しなくても頑張ってくれる編成ということになるわけですね。っていうのがですね、結構その関羽であるだとか義援なんかもですね、制御付与するっていうところがあって、強行付与できなくてもですね、これらが効いてくれれば結構その活躍できる編成ということですね。でこの関羽、韓銀兵、義援の不助走という編成はですね、その僕はビッグ3というふうに呼んでる、ヤリクソン、タイ盾、天候聴覚盾、この3つの編成どれとも勝負ができるっていう非常に珍しい編成になってるわけなんですね。それはですね、まあ制御の付与っていうのがかなりえげつないというのが理由になるわけなんですけども、こういった非常に戦場にいて厄介な編成に対して勝負できる編成を持ってるっていうのはですね、かなりアドバンテージになるかなと思いますので、僕は最も強い編成になってるんじゃないかということで、義援を入れた編成を紹介させていただきました。ただ関羽がね結構重たいんですよね。関羽の固有戦法も重いですし、異謀必至も重たいということになってますので、ここがまあ両方死んでしまうみたいなことになるとですね、思ったような活躍もできない部分はあるかなと思うんですけども、僕はこの編成は結構脅威に感じてるっていうことになりますので、逆にかなりおすすめの編成ということで取り上げさせていただきました。はい、いかがだったでしょうか。韓銀兵を使うことで組むことができる強テンプレ編成というのをですね、いくつか紹介させていただいたんですけども、どの編成においてもですね、かなり強くてですね、戦場ではバリバリ活躍できる編成ということはですね、間違いないかなと思いますので、共存の関係でですね、組めそうだという編成があればですね、ぜひ組んでみていただけたらと思います。また YouTube のコメントの方でですね、その紹介した4つの編成と型を並べるぐらい韓銀兵を使って強い編成ありますよみたいなのがあったらですね、書き込んでいただけると非常に助かりますので、よろしくお願いします。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あと Twitter のフォローの方よろしくお願いします。 Twitter のリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。